エンドキー、エンドキーは、コンピュータ用のキーボードのキーの一つで、ホームキーと反対の機能を持ち、カーソルを行の末尾に移動する用途などに使用される。エンドキーは通常は、エンドと刻印されており、ホームキーの反対の機能を果たす。多くのコマンドライン環境、テキストエディタワープロソフトなどでは、カーソルを現在の位置から行の末尾に移動する用途などに使用される。 詳細は、ホームキーを参照。Windows では、移動する向きが反対である点を除けば、ホームキーと同様である。編集中はカーソルが、現在の位置から行の先頭に移動する。編集できない場合は、文書の末尾に移動する。編集中でも、CTRL エンドで文書の末尾に移動する。編集中の、Shift エンドで、現在の位置から行の末尾までを選択できる。 大半のマックスのアプリケーションでは、エンドキーは他のプラットフォームとは異なる動作をするが、移動する向きが反対である。除けば、ホームキーとほぼ同様である。エンドキーが押されると、w i n ウは一番下に移動する。Linux では、エンドキーは基本的には、Windows の場合と同じ働きをする。ありがとうございます。